明治大学博物館。明治大学博物館は、それまで大学会館内にあった、商品博物館、刑事博物館、考古学博物館を統合して2004年に、開館した。駿河大校舎アカデミー顧問の誓いにあり、全身三館から引き継いだ商品部門、刑事部門、考古部門と、大学史展示室、特別展示室からなる。一般に、 無料公開されている常設展示に加え、特別展示室では1年を通して様々な展覧会が開催されている。大学博物館の先進的モデルケースと評価され、観光庁、自治体、国内外の大学、研究機関、各種教育団体による視察、研修などが多い。全日本博物館学会事務局が学芸員。 養成家庭実習室内に置かれており、全国37の大学博物館関係者が一堂に会するユニバーシティミュージアムミーティングも初めて開催されている。来館者は2004年4月のリニューアルオープン以降で60万人を突破、年間でも74,991人が訪れている。最近の用人客としては中曽根康弘、元首相。 福田康夫元首相、徳川恒隆等々。館内には博物館と書室があり、資料の閲覧が可能。さらに2016年3月には常設展がリニューアルオープンした。1929年刑事博物館として開設。1954年一般公開され、翌年博物館法により、博物館相当施設となった。見学の精神。 権利自由の観点から、日本の罪と罰に関する文書や、絵画などの資料を収集。日本史上著名な法令文書、考察、江戸時代の保釈具や拷問、刑罰具、保釈道具の名は弓をコレクション、日向国の岡おか藩内、藤家文書、考察コレクションなどがある。複製品ではあるが、ギロチン、ニュルンベルクの鉄の処書女は、我が国で唯一の展示資料である。 1951年商品陳列館として開設。1957年一般公開。漆器、染色品、陶磁器など、日本の伝統工芸品を中心とする商品の原材料、製造工程、技法、衣装の種別などを紹介。世界に類まれない商標源の豊富さを誇る日本の伝統的工芸品の全体像を一覧できる。 1952年考古学陳列館として開設。日本の石器時代から古墳時代までの各時代の遺跡から出土した発掘品を展示している。日本において最初に発見された旧石器時代遺跡である群馬県の岩塾遺跡の出土品などをはじめ国の重要文化財に指定されている埼玉県砂川遺跡、神奈川県夏島海塚、 栃木県いず原遺跡の出土遺物と国内有数のコレクションを誇り海外からも多くの研究者が訪れる大英博物館へ出品した山形土偶をはじめ国の重要文化財に指定あるいは重要美術品に認定されている資料が多数明治大学の創立者や教職員学生交友に関する資料を常設展示しているありがとうございます